前も5分だけでもそばに来て、さあ輝くパラダイスへ行こうよ。シャローンシャローン、一緒にいれば時が経つのを忘れるくらい幸せ、yeah. シャローンシャローン、一緒に歌えば晴れ渡る空こぼれる笑顔、みんなピースフル。シャローンシャローン、一緒にいれば時が経つのを忘れるくらい幸せ、yeah. シャローンシャローン、一緒に歌えば晴れ渡る空こぼれる笑顔、みんなピースフル。シャローン、皆さんこんにちは。ウクレンチャンネルのレンです。今日も動画を見てくださってありがとうございます。今日はですね、なんとこのウクレンチャンネルのチャンネル登録者が300人を突破したということでですね、またこの回はですね、動画の20本目っていうことで、すごくキリがいい数字だったんですけど、なんか特別なことをしてみたいなと思いましてオリジナルソングを作ってみました。イエーイ。いかがだったでしょうか、今のシャロームユークソングっていうオリジナルソングをちょっと作ってみました。もう適当に作ってみたんですけど、ちょっと明るい歌を歌いたいなと思ったので、結構アップテンポで明るい歌を作ってみたんですけど、いかがでしたでしょうか。歌詞はですね、ちょっとウクレレの気持ちになって、ウクレレの気持ちになって書いてみたんですけどもうね、5分だけでもいいから、まあ、ウクレレを弾いて、もう天国のような気分ですよね、ウクレレ弾くと。だからそんな思いを込めてですね、そしてこのチャンネルの挨拶のシャロームをちょっと入れて作ってみたんですけど、そうなんかね、前回の動画を上げて300人突破したので、そして20本目だし、なんかちょっと特別なことをやってみようかなってツイッターでつぶやいたら、ある方が、じゃあ新しいウクレレ買うっていうのはどうですかっていう風に提案してくださったんですけどまだね、ちょっと次のウクレレを買うにはまだリサーチが足りないですし、このもうちょっとこのアリア au2 をですね、私もっともっと可愛がっていきたいなっていう風に思ってるんで、まだちょっと次の2本目を買うっていう予定はないのですいません、もっと地味な企画になっちゃいますっていう風にその方には言ったんですけど、まあでも結果的に、まあこのオリジナルソングっていうのを1回作ってみて、なんか結構楽しかったです。なんかコード進行とかも全然知識がないから、なんか Google で明るいコード進行とか言って調べてで自分で弾いてみて、あ、これがいいかなみたいな感じで、そのコード進行を基本としてちょっとメロディーが違くしたいなっていうところだけ少し変えてみたりとか、いろいろコード探ってみたりしてやったんですけど、なんかね、ちょっとだけね、なんかどこかコードがね、メロディーに合ってないなっていう箇所が何箇所かあるんですけど、コードとかに詳しい方、もしこのシャローム・ユークソング、もっとこういうコードにした方がいいよっていうアドバイスあったらぜひ教えてくださいまあそんな感じで、今回はウクレレのオリジナルソングを作ってみました。じゃあ前回のアンケートの結果を発表したいと思います。前回のアンケートはですね、こちらです。じゃん、原稿調整してますかということで、聞いてみました。原稿調整、弦の高さですね、の調整を
皆さんしてるのかどうかを聞いてみたんですけど、なんとですね、回答者がこう41人も回答してくださいました。ありがとうございます。すごいたくさん、今までで一番多分たくさんの方が答えてくださったと思うんですけど、それだけ皆さん関心度が高かったのかなっていうのがあるんですけど、結果はこうなりました。じゃん、はい、自分でしましたっていう方が20人もいたんですよ。41人中20人だから約半数の方が自分で原稿を調整しましたっていう風に答えてくださったんですね。すごいですよね、自分でやったんだみたいな。そして、必要がなかったっていう方が11人、そしてその他は7人、コメント欄に書いてくださいましたが、そしてお店で頼んだよっていう人が4人いて、で楽器の制作者にお願いしたっていう方はいませんでした。まあこんな感じになりました。やっぱり皆さん、まあ楽器の制作者の方から直接買う機会ってそんなにないですもんね。お店で買ったりするので、多分調整もお店でやったりとか、あともう必要がない、ちゃんと調整された状態で買ってる方もいらっしゃると思いますし、また必要あるかどうか分かんないけどやってないっていう方もいると思うんですけど、もうこのね、20人の自分でやりましたっていう方すごいですよね。勇気、その勇気すごいですよね。そしてその他に書いてくださった方は、まあ安いのは自分でやったけど高いのはさすがにリペアマンにお願いしましたっていう方もいらっしゃいました。ねえ、なかなかそうですよね、高いウクレレだったら失敗するのが怖いですもんね。やっぱりプロに任せようっていう感じになりますよね。こんな方もいました。ご自分でやってみたんですけど、ちょっと低く削りすぎちゃってビビりが出ちゃいましたっていう方もいらっしゃいました。本当自分でやるとやっぱその失敗が怖いんですよね。低くしすぎちゃうと、触れてほしくないフレットに弦が触ってしまって変な音が出ちゃうようになっちゃったりするんで、そこが自分でやるところの一番怖いところですよね。こんな方もいました。そもそも原稿の高さの基準って何？わかんないっていう方もいらっしゃったんですね。で、確かに原稿高い低いってどういうことを基準にして判断するんだろうって、まあもちろんね、原稿が高いと、ね、指が痛くなったり押さえづらくなったりっていうのがあると思うんですね。じゃあどういうことを気をつければいいのかなって思った時に、ウクレレビルダーの布川圭さんがウクレンチャンネルの動画にコメントしてくださったんですけど、原稿っていうのはやっぱ少しね、低めてあげるとやっぱ弾き心地が激変したりするので、例えばこう原稿が高すぎて指が痛くてとかね、綺麗な音がなかなか鳴らせなくてウクレレをやめちゃう人もいるけど、なんかそれを調整してあげるとすごく弾きやすくなるよっていう風に教えてくださいました。でもこうつまびく強さによってその弦高の高さっていうのは設定をしてあげる、そこを考慮すると、まあその人それぞれのスタイルに合った、ウクレレになるよっていうふうにアドバイスしてくださいました。ありがとうございます。本当にその通りですよね。やっぱ弦高が高すぎちゃうとやっぱりね、続けられないっていうかやめちゃうこともありますもんね。だからこの原稿の設定っていうのがすごく大事なのなと思いました。で、私もちょっと自分なりにじゃあ調べてみようかなって思いまして、ネットでいろいろ検索していたら、セイレン弦楽器工房の高橋さんがティーズブログに、結構前の記事なんですけど原稿について書いている記事がありまして、そこにですね、結構細かく原稿のことについて書いていたんですね。で、まあ詳しくはリンクを貼っときますので、そちら見たい方はどうぞチェックしてください。まあね、かいつまんで言うと、まあまず原稿のことを考えるときに一番大前提となる一つ目は、このネックの反りがどうなってるかどうか。ネックがこう順反りになってるのか、こう反り返ってるのか。
それをまずチェックすることがまず最初なんですけど、それがチェックできたら、ナット側の弦の高さは、3フレットを押さえた時に1フレットの隙間がコピー用紙 1,2 枚入るぐらいがベスト。だから、3フレットだからここですよね。ここをこうやって押さえた時にこの1フレットのここにわずかに隙間が開くんですよね。この隙間が紙1枚2枚入るぐらいの隙間になってるとちょうどいいっていう風に。で、私の AU2 を見るとちょうどね、ここを押さえるとだいたいもう本当にコピー用紙 1,2 枚かなっていう感じなんで、あ、じゃあナット側は結構いいのかな、低めになってるのかなと思います。で、次にサドル側なんですけど、サドル側は普通に何もしない状態で、12フレット、ここですね、12フレットの位置で、2.6 ミリから3ミリぐらいで出荷してますっていう風に、セイレンのウクレレの場合はそうしているよって書いてあったんですね。で、数ヶ月でこのブリッジっていうのがちょっと 0.5 ミリぐらい下がるそうなので、数ヶ月経つとだいたいここの12フレットの弦高が 2.5 ミリから 2.8 ミリに落ち着くように、出荷時には少し高めにして出してるっていう風に書いてありました。まあ 2.5 ミリから 2.8 ミリっていう具体的な数字が出てきたので、あ、まあそれが一つの基準になるかなと思いました。で、私のこのアリア AU2 は 3.5 ミリぐらいあるので、結構下げる余地ありかなっていう風に思ってます。それでアンケートでも半数の方が、自分で下げたって言っているので、私も自分でやってみようかななんて思っていまして、で、なんかですね、ここのサドルのこの牛骨の部品っていうのは Amazon で安く買えますよ。だからその買った方のやつを調整して、オリジナルはそのままで残しておくっていう手もありますよっていうことを教えていただいたので、あ、それはいいと思って、失敗してもね、こっちに戻せばいいだけだから、これをそのままね、いじっちゃうともう変えられないけどこれと同じ部品を調整してそれをはめてみるっていう分には、まあ、失敗しても大丈夫だなと思って、あ、それだったらいいかもと思って、私ね早速アマゾンでポチりましたまたそれも中国からやってくるみたいなんで、まだ届いてないんですけど、なんかね、この AU2 のこの独特の牛骨の形、ここがこうカットされてるのになんか似た感じのやつがあったのであ、じゃあそれちょっと買ってみようかななんて思って買ってみたのがあるので、まあ、それを届いたらですね、ちょっとサドル調整して弦高を調整したいと思います。で、今日アンケートで聞きたいのは、皆さんのウクレレのこの12フレットの弦高の高さって何ミリぐらいですかっていうのがアンケート聞いてみたいなと思います。もしよろしければこのこちらのですね、アイマークをクリックしていただくと今日のアンケートが出てきますので、そちらの選択肢をぜひ選んで、回答してみてください。で、私はこの 3.5 ミリあるこの AU2 をまあね、手始めに、まあ、3ミリぐらいを目標にして削ってみたいかなって思ってます。なぜならこのナット側がですね、そんなに高くないので、あんまりサドル側を下げちゃうとビビリが出ちゃうのかなっていう怖さがあるのでそんな感じで考えてます。はい。でですね、もうちょっと原稿について喋りたいことあるんですけど、ちょっと長くなってきたので食レポを挟みたいと思います今日のおやつ今日のおやつはこちらです。じゃん、コーヒー羊羹エスプレッソこれもまた私の好きなカルディで買ってきました。そう、別にね、これ買う予定なかったんですけどちょうど行った時にレジ横に置いてあって、レジ横のスペースって魔力が
あのもうね買い物終わってあとレジをするだけなのにすごい美味しそうなものとか置いてません？あれすごいなと思って、だからついそこからプッて取ってですねこれもくださいってなっちゃうんですよね。これもなんかレジ横に置いてあってコーヒー羊羹ね、絶対美味しそうじゃないですかでね、コーヒー羊羹でコーヒー飲むのもいいなとは思ったんですけど、ちょっとエスプレッソって書いてあったからちょっとじゃあまろやかに今日はホットミルクを入れてあります。じゃあ食べてみようかな。どっから開けるの？なんかすごい黒い、なんか普通の羊羹よりエスプレッソ感がありますね。ちょっとカメラが今日明るすぎ、ちょっと暗くしてみよう。このぐらいはい、こんな感じです。なんか普通の羊羹よりは黒いかな。じゃあいただきます。うん、コーヒーだ。うん、すごいコーヒーだ。苦味がある。なんか美味しい。うん、一口食べたら普通の羊羹なんですけど、香りがすごいコーヒーの香りで、後からエスプレッソの苦味が来るんですよね。なんか一瞬黒蜜っぽい感じがするんですよ。こっくりした甘さで、だけど香りと後味がしっかりコーヒーで面白いよくあんみつとかで黒蜜のなんか寒天が入ってるみたいなあんみつあるじゃないですか。その黒蜜の寒天をもっと濃厚にした感じっていうから面白い。うん、ちょっとこれでミルクを飲んでみよう。合うミルクがものすごい合う。エスプレッソがここでカプチーノになります名言、あ、名言でもないかコーヒー羊羹のエスプレッソ感がミルクを足すことによって、カプチーノになります結構面白いかもしれないです結構ね、こういうの友達が来た時とか出すと面白いかもですねぜひぜひ。で、原稿についてもうちょっと喋りたいんですけど、ギターとかウクレレを、まあ、プロでやっている方の、ブログにウクレレの原稿について書いてあった記事があったんですけど、そこに原稿を下げるメリットとデメリットっていうのが書いてあったんですね。で、あ、これ参考になりそうと思ったんでシェアしますけど、原稿を下げるメリットって何かと言ったら、それはもちろん弾きやすくなるっていうことですよね。それから速いフレーズがやっぱりそれも抑えやすくなる。で、左手が楽になるっていうことがメリットが書かれてました。で、反対にデメリットはどういうことかっていうと、音のサスティンが減ってしまう、それから音のパワーが弱くなってしまう、あと生音の音色が変わるっていうことがデメリットだって書いてありました。だから確かに原稿をこう下げすぎちゃうと、やっぱりその分、弦の張りとしては弱くなるわけですよね。なので音量的にも下がっちゃう、またその生音も最初の状態とは違っちゃう、でサスティームの伸びも減ってしまうっていう、そういうデメリットがありますっていうふうに書かれてたんで、やっぱ原稿下げるっていうのもやっぱりその程度を考えなくちゃいけないっていう話だと思うんですよね。だからなんかまた難しいなと思って、だから皆さんのね今使ってるウクレレの12フレットでの原稿の高さ
か、ぜひぜひ教えてください。なんかこれもまた深い結構追求すると深いところなんだなと思って、また面白いなと思いました。で、そうだ、最近ですね、よくこんな質問をいただくようになりまして、それは、レンさん、ウクレレ1日何分または何時間練習してますかっていうふうに聞かれることがたびたびあるようになってきたんですね。で、その度にどうやって答えればいいかなとか思ってたんですけど、私ほら子育て中なので、自分の時間が何時間とかきっちりはやっぱり確保できないんですよね。だから、まあ、食卓テーブルにこういうふうにウクレレはいつも置いてあって隙を見て弾くっていう感じなんですけど、で、まあ、時間的に言ったら、まあ、全然、まあ、今日は触れなかったなっていう日で、まあ、延べ15分ぐらいかな。でも今日は結構弾けたなっていう日で、まあ、3時間ぐらい。結構子供たち寝かしつけた後に起きてきて、結構集中してできる時は3時間ぐらいできるんですけど、どのぐらい練習すれば、どのぐらい上達するのかってね、時間でいろいろ考えたら、まあ、時間は一つの目安にはなると思うんですけど、以前、この私が練習しているソロウクレレを誰でも弾けるようになる本を書いている佐藤雅也さんがブログにその練習時間について書いている記事を見たことがあって、それがすごく参考になったんで、それを、シェアしたいんですけど、佐藤さん曰くですね、まあ、時間で区切るよりは小さな発見がある練習をした方がいいっていう風に書いておられました。佐藤さんご自身も昔は一日中こう練習してる時とかもあったみたいなんですけど、より効率のいい、また効果がある練習はどういう練習かっていう風に考えた時に、ただ闇雲にずっと鳴らすんじゃなくて、やっぱりですね、今日はこの1段アンプできたとか、あとできなかったことができるようになったとか、そういう小さな発見をするっていうことを念頭に置いて練習するとすごく効果がありますよっていうふうにブログに書いてあったのを以前読んだことがあったので、私もその方法を真似ていまして、まあ自分が今取り組んでる曲とかがあったら、その曲を弾いて、例えば初めてシャッフルのリズムをやってみてるとかだったら、そのシャッフルのリズムがこう弾けるようになった、じゃあ今日はこれでおしまいとかあとここまでアンプできたとか、なんかこう、あ、ここはこうすればうまく運指がいくんだとか、そういう発見をするっていうことを心がけて練習するようになると、なんか自分の課題も見えやすいですし、こう練習が終わった時に昨日より今日の方が上手くなれたなっていうなんかそういう実感にもつながるかなって、私はそれでそういう感じで練習っていうのは捉えてます。だから本当に時間がいくらでもあればいくらでも弾きたいですけどねやっぱり楽しんでね、ウクレレ続けたいですよね。だからもう本当に私もすごいただただ好きな曲をずっと弾いてたりとか好きな歌をずっとウクレレで歌ってたりとか、そういう時間になんかすごく癒されてます。なんか何が練習かってね、まあウクレレをなんか、まあ、手に持ってね、こういう風にやるのも練習だと思うんですけど、それだけじゃなくて、なんか例えばウクレレの CD を聴いたりするのも練習の一環だと思うんですよね。私も最近家事をしながらですねウクレレの CD を聴いていて、もう本当に家事がはかどるっていうか、気分よく心地よく過ごしてるんですけど、最近お気に入りの CD はウクレレ界のレジェンド太田さんのスターダストっていう CD がすごいお気に入りで、それがですね Amazon のプライムミュージックで聴けるっていうことが分かったので、もうずっとリピートしてます。もうね、ジャージーな一枚なんで
ですけど、すごいおすすめですのでもう知ってる方はもう絶対知ってる、もうマストな CD だと思うんですけど、知らない方いたらぜひぜひ聴いてみてくださいすごいかっこいいですよ。もうね、気分いいです。もうあんな風に弾けるようになりたいなみたいな、すごいね、未来を描いちゃってすごい大好きな一枚ですので、ぜひ聴いてみてくださいということで、今日は300人おめでとうでオリジナルソングを作ってみたっていう回でございました。皆さん最後まで見てくださりありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。